おい、どうするつもりだ。まともにやっても今の装備じゃ勝ち目はねえぞ。分かってる。ここは俺が引きつけるから、みんなはなんとか脱出してくれ。ちょっと正気ですか？この状況じゃそれしか方法はない。ランディとエリーでその子たちを抱きかかえて、とにかく隙をついて逃げろ。それしかねえか。そんなやれやれ、自己犠牲も結構だが少々短絡的すぎるな。広場のマンホールに子供が入っていくのを見たという知らせがあった。しかし無茶をする。もしものことがあったらどうするつもりだ？ごめんなさい。その悪かったよ。ま、無事ならそれでいい。もう夕方だ。とっとと出て家に帰るぞ。どうした？お前たちは戻らないのか？ああ、そうですね。一緒に戻らせてもらいます。ならグズグズするな。先ほどのようなこともある。最後まで気を抜かないことだ。なんていうおっさんだよ。まとってるオーラが尋常じゃないというか。腕前の方も普通ではありませんでした。一体何者なんでしょう。そう、あの人。お嬢、知ってるのか？名前くらいだけどね。というか、なんで私をそんな風に呼ぶのかしら。いや、なんとなくノリで。それで何者なんだよ、あの凄まじいおっさんは。ええ、多分アリオス・マクレイ。クロスベル・タイムズで何度か読んだことがある。遊撃士協会クロスベル支部に所属する最強の永久遊撃士。どんな依頼も完璧にこなし、市民から絶大な信頼を得ている。クロスベルの真の守護者、風の牽制、アリオス・マクレインだ。なんだ？いやー、アリオスさん、またしてもお手柄でしたね。ずさんな市の施設管理のもと、危機に陥ってしまった少年たちを鮮やかに救出した手際の良さ。最新号にバッチリスクープさせてもらいますから。すげえ、俺たち雑誌に載っちゃうの？でもそれってなんか嬉しくないような。グレイス、あまり騒ぎ立てないでくれ。確かに市の管理も問題だが、この子たちの行動にも問題がある。偏った記事には感心しないぞ。いえいえ、あくまで読者のニーズに応えているだけですから。それに今回は面白いゲストもいるみたいですし。
ロスベル警察の未来を背負う特務支援課初めての出動。しかし力及ばず、いつもと同じように遊撃士に手柄を奪われるのだった。未熟さを痛感した若者たちは果たしてこの先に待ち受ける数々の試練を乗り越えられるのか。な、何を。おいおい、一体何だってんだ。マスコミの人間みたいですけど、どうやらクロスベルタイムズの記者の人みたいね。彼らに関しても決めつけはあまり感心しない。一応この子たちを最初に助けたのは彼らだ。ま、爪は甘かったようだな。あらら、やっぱりそうなんだ。ま、記事でいろいろ書くと思うけど、あんまり気にしないでね。お姉さんからのエールだと思って、これからも頑張ってちょうだい。それでアリオスさん、一度独占インタビューですね。それに関しても前に断っているはずだが。何でしょう今の。俺たちのことをピエロに仕立てようって腹みてえだが。結構好みのお姉さんだけど、ちょいと癖がありそうだな。そんな問題じゃないでしょ。それでロイド、どうするの。ああ、セルギー課長が出した課題はクリアしたし、子供たちの件についてもきちんと報告しないと。これはさっきもらった戦術オーブメント。もしかして通信が入ってきているのか。ええ、そうみたいですね。そこの赤いボタンを押せば通信モードに切り替わります。ああ、これか。ロイド・バニングスです。セルギー課長ですか。一体どうしたんですか。それがですね、その急いで警察本部に戻ってきていただけますか。なんでも副局長がお呼びみたいで。副局長。まったく、一体何のつもりだね。任務に関係ないことに首を突っ込んだ挙句、あのアリオス・マクレイに手柄を持っていかれて、おまけにそれをクロスベルタイムズにすっぱ抜かれてしまうとは。いや、ですが。うるさい、言い訳無用だ。まったく、だから私は新部署設立など反対だったのだ。今しいセルゲイのやつが交換条件を持ちかけなければこんなことには。それはどういう。君たちには関係ない。そうだな、部下が一人もいなくなればあの疫病神だって動きようが。君たち悪いことは言わない。特務支援課への配属を一両日中に辞退したまえ。おいおい、どういうことっすか。意味不明です。どういうこともそのままの意味だ。どうせ半年も持たない部署だ。絶対に出世の役には立たないぞ。それどころか問題に巻き込まれて経歴を汚す可能性もある。バカバカしいとは思わないかね。ロイド君は捜査官志望だったか。ならば捜査課のどこかに回そう。他の者もそれぞれ適性に合った新しい配属先を用意しておく。
悪いようにはしない。一晩じっくり考えてみたまえ。やれやれ、なんか妙なことになったな。しかし配属を辞退しろと言ったって、どうやら警察内部でもいろいろとあるみたいね。噂程度には聞いていたけど。そうですね、これでは約束が違います。あら、約束って？いい、こちらのことです。それよりもセルゲイ課長はどちらにいるんでしょう？そういや、そうだぜ。課題を出すだけ出しておけ、出迎えもなしってのはどういうことだ？代わりに嫌味な副局長ってのにネチネチ絡まれちまうし。なんだよロイド、元気ないじゃないか。配属を辞退しろっていうのがそんなにショックだったの？ああ、いや、なんだか思ってた場所とはずい、うん、おお、新人ども、災難だったみてえだな。あなた方は？どの番だ。捜査二課に所属している。同じく二課のレイモンドだよ。へえ、噂には聞いてたけど、こんな小さな子までいるのか。うん、はじめまして、ロイド・バニングスです。エリー・マクダイルです。ランディ・ゴルランド、よろしくっす。おお、ようこそこの滑る警察へ。そっか、女の、な、警部？いや、なんでもね。しかしセルゲイのやつも無茶なこと考えやろうぜ。こんな新人どもばかり集めて市民どもの人気取りだな。え、それは一体どういうことですか？なんだ、まずいこと言っちまったかな。いや、しかし君たちも貧乏くじを引いちゃったよね。大変そうな割には報われなさそうだし、僕だったら辞退してるだろうな。もうちょっと根性を入れた方がいいじゃねえか。今からでもセルゲイのところに預けてやってもいいんだぞ。やだな警部、勘弁してくださいよ。ま、大変だと思うが、セルゲイに付き合うかどうか一応考えてみてやってくれ。ただ無理はすんなよ。なんだったらまとめて二課で引き取ってもいいからな。どうも。それじゃ頑張ってね。あ、エリーちゃんだっけ？今度一緒に食事でもどうだい？実はいいレストランを見つけて。ほら、とっとで行くぞ。あいだ、単なる社交辞令ですってば。なんだか知らんが、散々な言われようだったな。貧乏くじはともかく、大変そうなのは嫌かも。とにかく課長本人から詳細を聞いてみないと。受付で聞けばどこにいるかわかるかしら。なあ、うん、もしもし、ロイド・バニングスです。それはもう、じゃなくて、一体どこにいるんですか？警察本部で待ってるって言ってたじゃないですか。ああ、お前らの荷物が届いたから引っ越し屋に立ち会ってたんだ。なかなか親切な上司だろ。荷物ってひょっとして寮ですか？ねえ、詳しい話はそこで改めてしてやろう。ま
待ってるからとっとと来い。わかりましたよ。それで寮っていうのは一体どこにあるんですか？ここはあの雑居ビルじゃないか。なんだ、ずいぶんボロい建物だな。あっちのデパートと比べると古ぼけて見えるっていうか。築30年、取り壊し間近って感じです。本当にここが特務支援課の分室なの？ああ、遅かったな。セルゲイ課長、とっとと中に入れ。この特務支援課がどういった部署なのか、お前たちの疑問のすべてにちゃんと答えてやるからよ。市民の安全を第一に考え、さまざまな要望に応える部署。そう、それが新たに設立された特務支援課の行動方針だ。市民の生活に密着できるよう、こんな街中に分室も用意された。なかなか合理的だろう。でもそれって完全に遊撃士協会の真似っていうか、パリテーに言えばパクリですね。だよな。知っているかもしれんが、現在このクロスベルにおいて遊撃士協会の評判は大したもんだ。永久遊撃士アリウス・マクレイン、風の牽制なんて呼ばれているあの男に加えて、かなりの実力者がクロスベル支部に常駐している。それが警察のお偉方にとって何を意味するかわかるか？それは警察とギルドとの比較評価と組織としての問題点の指摘、さらには自治州政府への批判につながっているんですね。なるほど、そういうことか。要はギルドのお株を何とか奪って人気取りをしようって腹なわけだ。なんか露骨ですね。ま、ぶっちゃけて言うとお前らの指摘する通りだ。だが警察の基本理念は治安維持と自治州法の遵守。市民へのサービスってのは本来二の次ではあるわけだ。だからこそ警察内部ではそうした人気取りを心よく思わない声も多くてな。便利屋だの、偽遊撃士だの、猿回しの猿だの。ま、早くも散々な陰口を叩かれてるってわけだ。なるほど、いろいろと合点がいきました。やれやれ、そんな部署で俺たちを働かせようってか。正直想定外ですね。まあまあ、そうせくな。聞いているかもしれんが、配属を辞退することは可能だ。正式に配属された場合、やってもらう仕事は様々だ。今日みたいな魔獣退治の仕事なんかも入ってくるし、落とし物探しや本部の手伝いなど細かい雑用も入ってくるだろう。その気がない人間に務まるとはとても思えんからな。一晩考える時間をやろう。配属を辞退した場合、他の部署に配属されることになるが、今ならデメリットはない。全てはお前たち次第というわけだ。
なんだかとんでもない場所に回されたみたいだな。遊撃士の真似事か。そんなことをするために警察に入ったんじゃないんだけど。兄貴が所属してたのは確か捜査一課だったよな。大事件や政治的国際的な案件を一手に引き受けるエリート集団。やっぱり遠すぎるよな。他のみんなはどうするつもりなんだろう。あの三人警察学校も出てないみたいだし、いろいろちょっと話を聞いてみるか。ここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。誰だ？ロイドだけど、ちょっといいかな？ああ、いいぞ。遠慮なく入ってこいよ。それじゃ。ようこそ、俺様の城へ。お前さんの方も荷ほどきは終わったのか？いや、まだだけど。どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあ、デスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。職場と住む場所が一緒なのも楽で良さそうだし、このまま厄介になるつもりだぜ。そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標。目指している目標？いやまあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ？俺たちより年上だけど警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね。本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ねえ。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いや前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろう。あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。いや、マジで警備隊を辞めて正解だったぜ。まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった、考えておくよ。
ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな？別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃ、お邪魔します。どうぞ。なんとか片付けが終わってよかったわ。そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。いや、お構いなく。しかしエリーも、もう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。これで成果が上がらなければ、予算の都合で本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。まあ普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だからかな。え？なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味では、ここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ？それは。ここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ。でも私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう、話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。
ティオ、何やってるんだ？どうも、ロイドさん。見ての通り、端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。 ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え、ちょっと待て、いきなり訳が分かんないぞ。はあ、そうですね。ロイドさんは動力ネットワーク計画について。動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団とサイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。まあ、これもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ？要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報ネットワークを構築する。わかりやすく言うとそんなところです。全然わかりやすくないんだが、要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあ、この端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。え？いや、そもそも俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話だけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。ね、まさか本当にそうなのか？どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。その、俺でよかったらいくらでも力を貸すから。あの、落ち着いてください。別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。え？私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。ああそうだな、ティオの言う通りだった。ごめんな、さしてがましいことを言って。 いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。痛いところをついてくるな。やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、お休み。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。
3人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ、なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。いい風が吹いてるな。ベルハイム。そっか、ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって。おーい、君たちは？いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね？ああ、そうだけど、どうしてわざわざ？いやさ、ちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち二人とも大怪我をしてたと思います。だからもう一度お礼を言おうって。そっか、二人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあアリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど、警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュー、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな、これから精進すればいいか。そうだ、二人ともどこら辺に住んでるんだ？よかったら送っていくよ。ああ、平気、西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。お姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。二人とも気をつけて帰るよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいか、ロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そうだよな。
まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、もしもし。こちらクロスベル警察特務支援課分室ビルです。ロイド、その声はロイドね。あ、セシル姉か。よかった。警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援課だったかしら。そういう部署に配属になったのね。いや、まだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん。本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかったんだけど。ううん、気にしないで。私の方こそあなたを駅まで出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ。仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ああもう、なんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。うん、そうね。お母さんたちもロイドのことをすごく心配してたから。でも嬉しいな。うん、ただいま、セシルね。おかえりなさい、ロイド。さて、返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なし。このまま厄介になりますよ。ていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。なんなら一課あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめんこむりますよ。警備隊暮らしならまだしも、ギスギスしたところはちょっとね。エリーの方はどうだ。私もこのままこちらでお世話になります。セルギー課長、改めてよろしくお願いします。ま、お前に関しては俺も予想外だったけどな。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。ええ、それはもう密度の濃い仕事ができるのを今から期待しています。うん、上等だ。ティオはまあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし。それより今日の午後、動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても。ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃ残るはお前だけか。ロイド・バニングス。警察学校のカリキュラムを座学、訓練ともに優秀な成績で修了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直、うちには不釣り合いなくらい真っ当すぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか。いえ、いろいろ考えた上で決めました、セルゲイ課長。
これからよろしくお願いします。ロイド、なんだよつまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだよ。あのですね、まあいい、今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておけ。ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。ええ、了解です。おっと、そういや忘れてたな。改めて、ロイド・バニングス。はい。エリー・マクダイル。はい。ランディ・オルランド。エス。ティオ・プラト。はい。本日マルキューマルマルをもって以上4名の配属を承認した。ようこそ特務支援課へ。バラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから楽しみにしてるといい。天に増します我らがエイドスよ。御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんこと。信じられないぜ、あの元気の塊みたいだったやつが。可愛い恋人もいて、そろそろ結婚かと思ってたのに、どうしてこんなことに。くそ、警察は何をやってるんだ。身内が殺されたんだろ、また迷宮入りにするつもりかよ。確かご両親は亡くされてるのよね。弟さんどうするのかしら。大丈夫ロイド、無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉こそ、いろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。水臭いことを言わないで、家族同然の付き合いじゃない。それにガイさんのことは私にとっても。セシルね、ごめんね。一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど、遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに、変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺帰ってきたから、兄貴と同じ捜査官としてクロスベルに戻ってきたから。一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、まあなんとか頑張るから、せいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、まあ何はともあれ改めて説明を補足しておこう。ロイド、捜査手帳を出せ。な、はい。警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。
戦術オーブメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だがこいつの最大の目的は操作状況の記録と確認にある。操作状況？ロイド、説明しろ。な、はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則ではどんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてからそれを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるってわけさ。なるほど、合理的ね。うげえ、結構めんどくさそうだな。ま、基本はそんなところだ。しかしこの特務支援課ではちょっと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ね、ティオ、用意を頼む。はい。皆さん、こちらへ。ああ、一昨日の。確か動力ネットワークにつながっている端末だったかしら。はい、昨日のうちにセッティングしました。基本常時起動したままでログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。ここにその支援要請が。ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など様々な依頼が必ずしもやる必要はないが、放っておけば遊撃士あたりに片付けられてしまう内容ではある。あ、なるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる、つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも本部が忙しい時に手伝いに駆り出されることもあるだろう。市内の巡回パトロールとかどうでもいいデスクワークとかな。はあ、マジかよ。ま、それはともかく。もう支援要請はこの端末に来ているんですか？おっと、そいつは自分で確認してみろ。確認した支援要請は操作手帳にメモしておけよ。了解です。なんだ、どっちかというと業務連絡の類みてえだな。とりあえず警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのか。ああ、そうみたいだ。でも動力ネットワークか。通信機と違って声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど確かにいろいろ応用できそうかも。クロスベルでは様々な試験運用が行われています。携
警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だがな。概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか。好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな、最初だし本部への手前もあるから一つくらいはこなしておけ。そうすりゃそこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。それとロイド、ついでに町案内でもしてやれ。町案内ですか。これから自分たちが守る町がどういった場所なのか一通りその目で確かめてこい。そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは訪ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど、了解です。俺は大抵そこの部屋にいるが、昼寝やら雑誌を読むので忙しい。あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。そんじゃあな。ちょっと。おいおい、いい加減なおっさんだな。大丈夫なのかしら。先行き不安ですね。まあとにかく俺たちの初仕事だ。一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感じをつかんでいこう。ええ、そうね。了解です。そんじゃま、行きますか。